中国で頻発すす。るおから工事に世界が驚愕しています中国の工事と聞いて手抜き工事やずさんな工事を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか中国はここ数十年の間に急速な経済発展を遂げてきた国です都市部には高層ビルが立ち並び急激な需要増加に伴い各地で建設ラッシュが続いてきましたそんな中国においてずさんな手抜き工事が原因で 多数の死者や負傷者を出す事故が頻発しているというのです一体なぜ中国ではこのような手抜き工事が頻発しているのでしょうか今回は中国のずさんすぎる手抜き工事の実態や日本で進められているプロジェクトについて海外の反応と合わせて詳しくご紹介します最後まで見ると経済発展の裏に隠された中国の衝撃的な現実が見えてくることでしょう 崩落したビルから出てきたのはまさかの竹中国で頻発する衝撃のおから工事とは急速な経済発展を続け建築ラッシュが続く中国では繰り返されるずさんな手抜き工事によって数多くの犠牲者を生み出し続けていますその実態は思わず目を背けたくなるほどひどすぎるものでした中国で最近起きた問題として新型コロナウイルスの蔓延を思いつく方も多いでしょう そんなコロナ禍の真っ只中の2020年3月7日感染対策で隔離施設として利用されていたホテルなどの建物が複数倒壊しましたこれらの建物は後の検証結果によって手抜き工事と違法建築が行われていたことが判明しますこの建物倒壊事件はなんと70名以上もの人々が生き埋めとなる大惨事でしたまた 同じく2023年にもビルが倒壊し53名の犠牲者を出しています。このビル倒壊の原因も手抜き工事によるものでした。中国は経済的な側面だけを見ると順調な成長を遂げているかに思えます。しかしその裏側にはこのような驚愕の実態が隠されていたのです。最近の中国では建設工事における問題が続発しています。 これは周辺に住む人々の命をも脅かす大問題となりつつあるのです。とはいえ実際のところ手抜き工事が始まったのは最近のことではありません。以前長江の堤防が決壊するという大事故が発生したのは1998年のことでした。驚くことにこの原因は工事の際に鉄筋を入れていない手抜き工事によるものだったのです。当時 中国の首相はこのあまりにもずさんな工事を糾弾するため、おから工事と名付けました。おからとは豆腐を製造する際に副産物として出る、あのおからです。触るとすぐにボロボロと崩れることから、手抜き工事を痛烈に批判する意図を持って、そう名付けたのでした。この兆候での失態を反省し、次の改善につなげるのかと思いきや、そうはならないのが中国です。何の反省もなく その後も手抜き工事を各地の現場で続けたのでした。その内容とは、鉄筋コンクリートを使用するはずの工事にあろうことか、発泡スチロールや廃材を使用していたのです。そこには、不法に少しでも費用を抑えようとする根幹が隠されていました。その後、不正な手抜き工事の実態は次々に発覚していくこととなります。この事実に 身を危険にさらされた中国国民は当然のことながら怒り浸透しましたそれでもおから工事の発覚は止まることを知らず次から次へと浮き彫りになってきます驚くことにあるマンション工事ではベランダの約60から70%もの床部分が空洞になっている衝撃の実態が明らかとなったのです当たり前ですがすでに住むことを決めていた500名以上の人々は入居を完全拒否 その他にも巨大なテレビ塔が高さ約5 0あたりで突然折れた事故や完成後1年も経たない橋梁が崩落するといった大惨事も頻発しましたこのような手抜き工事による事故や事件が中国全土で多発し国民は恐怖と不安に駆られる日々を過ごしていたのですそんな中中国全土を震撼させるある驚愕の事実が発覚しますこの事実は これまで手抜き工事や不法建築を繰り返してきた中国国民でさえ開いた口が塞がらないようなものでしたそれは大型建造物のコンクリート内部にあるはずの鉄筋があるものにすり替えられていたというのですそのあるものの正体は竹なんと木の竹が使用されていたのですこれは強度偽装どころの話ではありません壁に竹が使用されている高層ビルがこの世に存在するなど 誰が想像ししたでしょう普通の感覚からすれば竹を使用して実際に建築工事を進めることですら恐怖に感じられますそんな竹を使って建てられた高層ビルが自分の生活エリアに存在することは想像するだけでも恐ろしいものでしょうこの恐怖の竹を使用したコンクリートで建てられたビルでは一体どのような事件が起こったというのでしょうかここからもう少し詳しく解説していきます 最初にこの事実が発覚したのは2006年5月のことでした中国浙江省広州市にある高層の分譲住宅で鉄筋ではなく竹が使われた欠陥工事が発覚この事実を報道したのは北京の大衆紙である北京新報でした北京新報によるとこれに気がついたのは住宅を購入した家主トイレを回収するため 自ら自宅の壁を壊していたところ衝撃の光景を目の当たりにしてしまったそうです本来そこにあるべきなのは梁を支えるための鉄筋のコンクリートその鉄筋には太さが12ミリメートルのものが2本使用されているはずでしたしかしそこに埋め込みれていたのは太さ約50センチメートル長さ約1.3メートルほどの竹の棒だったのですここは高層ビルの中にある住宅 そんな壁の中心部に堂々と竹が使用されているなど簡単に信じられるものではありません。その事実を知ってしまった時の家主の気持ちを想像すると恐怖で身震いしてしまうほどです。家主はすぐにその事実を公表し建設会社を問い詰めます。しかし、なんと建設会社は出稼ぎの農民たちが鉄を使い切ってしまい、彼らが勝手に竹を使ったのだと言ってのけたのです。 そしてこの工事は管理責任者がいない隙を見て行われたため、詳しい事情は自分たちですらわからないというから衝撃は計り知れません。まるで自分たちには関係ないと言わんばかりに悪びれる様子は一切なかったのだといいます。この態度にはあきれてものも言えません。広州市内にある工事を監督する機関の広州市建築担当当局は事実発覚後すぐにビルの安全性検査を実施。 この度が過ぎた不法工事の原因究明に動き出したのでした検査を進めるにつれ思わず目を塞ぎたくなるような衝撃の実態が明らかになってきますなんと床下から発見されたのは工事の際に放置された廃材だったというのですこのような工事を受け負う責任感すらないようなあまりにもずさんな欠陥工事の実態が次から次へと明らかになっていったのでした 高層ビルを竹のコンクリートを使って建築していた中国その竹を使った手抜き工事はなんとビル建築だけではありませんでしたこの次に発覚したのが竹で作られたマンホールですしかもこの竹製のマンホールなんと厚さが4ミリメートルしかない超極薄マンホールでした当然のことながら中国ではこの竹製極薄マンホールが破損し崩落する事故が頻発 マンホールは完全に崩落し道路に突然巨大な穴が開いている現象が多発していたのですそしてさらにテレビやネット上の映像ではたびたびマンホールに人が落下する衝撃映像が報道されましたこれらの事故はどれも竹製のマンホールによるものだと考えられていますこれは決して笑い事では済まない非常に危険な事故です 丈夫であるはずのマンホールですら崩壊するのですから町中すら安全に歩くことができません中国共産党の機関紙である法政日報は次のようなことを報道をしていますそれは海南省海港市の海溝プロジェクトでも市中で発見されたものと同様の竹製マンホールが発見されたという衝撃の事実でした本来であれば水道パルプを収納する側溝の蓋は鉄筋のコンクリートで作られているはずです しかしそれが鉄筋ではないことはこの法政日報に掲載された写真を見るだけでも明らかでしたそこに写されていたのは鉄筋コンクリートで作られたはずの蓋に亀裂が入りあろうことか竹が飛び出している信じられないものだったのですまた長江日報では湖南省武漢市での一件が報道されていました武漢市にあったのも穴が簡単に開いてしまう厚さ 4mm の極薄マンホールだったのです これらの事故に関して中国メディアは施工業者を取材しています施工業者がメディアに対し説明をしたのは次のような内容でした薄いマンホールは複数の材料を混ぜ合わせて作っているため強度は弱くなるかもしれないしかし人間が上を歩いて通る分には全く問題がないものなのだこの壊れてしまっている原因は車で歩道を通ったことだろうこのように 原因は自分たちにはないと言いたげなあまりにも無責任な回答が返ってきていたのです。万が一にも歩行中に激薄マンホールの上を歩いてしまい、マンホールの穴に落ちてしまうようなことがあると命を落としかねません。このような工事を行う業者は全員人の命を預かっている自覚を持ち、安全面には細心の注意を払って取り組んでもらいたいものです。 そして中国はまだまだ途上国とは家え経済の発展を世界へアピールする国。そのような国の道に突然穴が現れ、安心して歩くことすらできないことは非常に恐ろしい現実だと言えるでしょう。これがもし中国ではなく日本や他の先進国で起こっていればどのような対応をとっていたでしょうか。おそらく 同じ事故を二度と起こさないよう徹底的に原因を究明し総力を挙げて対策に取り組んでいくはずですもちろん国や世間からの批判にかられて対策を講じなければいけない状況に追い込まれる可能性もありますしかし普通このような事故を起こしてしまった当事者であれば自ら何とかしなければなりませんおから工事が頻発する建設業界の実態と中国人の国民性ではなぜ 中国ではこのようなずさんな手抜き工事による事故が後を絶たないのでしょうかこれだけ事故が頻発するとなると対策を取る動きが見られても良いものですここからはこの背景に隠された中国の実態についてもう少し深掘りをしてみていきましょう繰り返しこのようなずさんな工事による事故が頻発する要因の一つとして職人の技術力不足が大きく関わっていると言われています 中ででも職人ののの理解が乏ししいのはコンクリートの強度に対してだそうです現場で働く職人といえばきちんとした知識を持ち修行を積んで技術を持ち合わせた人という印象があるかもしれませんしかし中国における職人は決してそのような人たちばかりではないのが現実です現場の職人と入っても出稼ぎの労働者が多く入っています このようなな労働者に正しい知識や高度な技術はありません。労働力として活用されているのですが彼らは知識もない状態で作業をしていますそのためたとえ本人に悪気がなかったとしても結果的に手抜き工事となっている事態が考えられるのですこれはもちろん現場で働く職人の問題ではありますが施工業者は彼らのような労働者を適切に使用しなければなりません 適切な責任者を現場に置き問題なく作業が完了できるよう管理する義務があるのですこの点を怠っているのが大きな問題だと言えるでしょう次に挙げられているのが中国建設業界の下請け構造です中国の建設業界において下請け企業は何層にも積み重なっています下請け企業がさらにその下の下請け企業へ発注する構造なのです下請けが重なるほど 中間業者の利益となるマージンは増大しますそして下請けの下に行けば行くほど利益は減っていく構造となっているのですそのため下請けの最下層の企業となると駅などほとんどない報酬で重労働を強いられる最悪の状態となっていきますこれでは当然働く側の意欲や使命感が湧くはずもありません本来あるべき安全な工事をするという責任感すら生まれないことが 一番の問題だと言えるでしょうそしてわずかでも多くの利益を出そうと費用を切り詰めるためどんどんと安価な材料で手抜きな工事が行われるようになるのですこのような構造自体が連鎖しさまざまな問題を生み出している中国解決するためには計り知れない努力が必要となるでしょうしかし 人命を脅かす可能性のある問題だからこそ何としてでも解決すべき問題でもあるのですそもそも中国人の職人が仕事において何よりも重要視することはスピード中国の左官や塗装職人は勾配も考えずにコンクリートを塗り始め養生を一切せずにペンキを塗り始めますこれでは見た目はもちろん安全面に配慮した作業がされているとは言えませんさらに 電気口は圧着もせずに手でよじって電線を接続するのです。当然ですが、工事後の地面には水がたまり床の上にはペンキが散乱しています。さらに、電気はちょっとした振動ですら配線が外れてしまうのです。日本人からすると、中国人の仕事ぶりや考え方に全く共感はできません。なぜもう少し責任感や誇りが持てないのかと問い詰めたくなってしまうほどです。しかし、 いくら彼らに問いかけたり説教をしたりしても考えが変わる可能性など全くありませんそんな中国人の職人にとって一番大切なものは何なのでしょうそれは間違いなくいくら稼げるかです中国人にとってそれだけが成功を押し量る基準と言えます日本人のような職人としてどれだけ仕事をしたのかという基準は全く持ち合わせていない人たちなのでしょう このような感覚を持っている中国人は現場の職人だけではありません。公務員としての地位やコネを利用して手抜き工事を支持する人たちもいるのです。このような人たちによって支持し建てられた建物も崩壊しています。二千二十三年十一月六日の夜、国留高商ジャム市郊外の体育館で屋根が崩落し、中にいた七人のうち三人が死亡する事故が発生。 崩落の直接的な要因は例年よりいい大雪だったと言われていますしかしこの体育館は2017年に着工し2018年に竣工したばかりまだ使用を開始してまだ3年しか経っていませんでした明らかに老朽化が原因による崩壊だとは考えられません 現地の報道によると体育館の建設会社の代表は地元建設局を退職した50代の元幹部の男性と同じく地元環境保護局の幹部だった妻でしたこの夫婦は地元で10年以上前から不動産開発を行っていたとされていますさらに事故の原因調査とともに建設をめぐる裏事情などの情報も紛失している始末ですこのように 中国における手抜き工事の数々は至る所に原因が散乱していると言えるでしょう簡単に解決ができるものだとは到底考えられません竹金コンクリートの復活を進める日本の大学と企業が持つ異次元な技術力ここまで見てきたように中国では竹を使った手抜き工事による事故が多発していますとはいえ家や建物の建築に竹などの木材が使われること自体は 問題ではありません日本をはじめ世界中で木造の建築物は多数存在しています実際にかつて戦時中の日本でも建築の材料に竹が使われていた時期がありました戦争中はもちろん戦後の復興の時期においても金属をはじめとする重要な資材はすべて軍に取り上げられてしまう時代ですそこで何か鉄の代わりになるものがないかと職人たちは知恵を絞ります そこで最初に考え出されたのが木材でした。これまで日本では建築に木材をたくさん使用してきました。しかし木では鉄筋の代わりになるほどの強度はありません。さらにコストもかさんでしまいます。そこで熟慮を重ねた上で注目されることとなったのが竹でした。実のところ竹は日本では古くから建築に使われてきた材料です。 土壁の中に竹を盲状に組んで埋め込み強度を上げるという手法が活用されてきましたそういった点でも建築業界において竹は一般的で有用な材料だと言えるでしょうそんな竹を使った蓄金コンクリートはなんと大正時代から研究がされていましたそして昭和初期になると試験的に一部の建築へ使用されるようになっていきます このように古くから日本の建築に使用され研究を重ねられてきた蓄金コンクリートを現代の技術で実用化させようという動きがあるのですこの研究を行っているのは日本大学工学部のコンクリート絵学研究室と神話設計株式会社を中心とする福島県の竹加工業者やセメント業者ですそれぞれの知識や技術を持ち寄り連携研究が行われています 彼らの研究の中で、竹金コンクリートを復活させるプロジェクトが立ち上がったのは、2021年7月のことでした。竹金コンクリートは鉄筋と比べ環境への負担が少ないのが特徴。さらに、竹林の整備や新たな雇用創出にもつながり社会貢献の可能性が高いと考えられたため指導しました。 共同の公開実験を指導するにあたり、神話設計株式会社の湯沢陽一郎社長は、地域産業の発展 SDGs への取り組みとして大変意義のあるプロジェクトだと強調し、プロジェクトに対する期待の声を上げています。ここののの研究にに取り組んででできたはは日本大学小小田教授です小田教教授授すれまで脱炭素社会実現に向け 昭和初期まで建設されていた蓄金コンクリートに着目してきました小田教授によると竹を活用するためには比較的強度が弱い節の部分があることを考慮した上で設計の際に工夫をすることが必要だと言いますその上で蓄金コンクリートはひび割れ抑制の補強金として十分に活用できる可能性があるそうです 今後は疲労再下試験を実施し、耐疲労性の評価と接分の位置と曲げ特性について検討し、実用化に向けた研究へと移行していく。と述べました。プロジェクトを立ち上げると続々に独自の技術を持った企業が参画してきます。彼らが立ち上げた竹筋コンクリート復活プロジェクトは確実に規模を広げていったのです。その後、2023年11月26日。 南藍津町田島横町地内で蓄金コンクリート有事みぞ山岳官民設置事業が行われましたこれまでに重ねてきた研究結果から蓄金コンクリートは鉄筋コンクリートの6070%の強度で実用化できることが確認されていますさらに JIS 規格に適合する荷重データも取得済みです小田教授らは竹の特性である強度の高い外側部分を有効に活用するため 切削加工機も生産性と使いやすさを重視したものを開発しましたまず実用化に向けて使用したのは妄想竹と間だけそして次のステップとして実証実験が可能な場所を探していたところ南会津町からの紹介で見つかったのが田島横町地内の急行電だったのですここは側溝が未整備であるため雨量が多い時は水があふれ住民が対応に困っていた場所でもありました 実験当日山岳官民が共同で長さ約20メートルの区間に竹金コンクリート製の有字溝を設置農業用水路を完成させましたこの日の実験にはプロジェクトメンバーに加えて横丁行政区や南会津町役場建設課の方々さらに学生たちを含めた約70名が参加したそうです今後は設置後の竹金コンクリートの効果検証がされます 小田教授は将来は身近なインフラに竹金が当たり前のように使われることを目指したいと語っています。自然素材である竹を活用した竹金コンクリートは環境に優しいコンクリートです。さらに竹を使用することで地域の高齢化により人の手をかけることができず荒れてしまいがちな竹林問題の解決にもつながります。この取り組みは、 地域の課題であるインフラ整備の面においても重要な役割を担う可能性が秘められているでしょう。実験に参加した土木工学専攻の高橋さんは、研究の一環として学部4年の時から取り組んできたものなので実装できて大変嬉しく思います。プロジェクトを通して地域に貢献したけの可能性を広げていくことにつながればいいなと思います。と語り、機械工学専攻の佐々木さんは、 機械工学分野から地域のインフラに貢献できて大変やりがいを感じました。今回はプロトタイプとなりますので後輩たちにはさらに性能を高めてもらえるよう期待しています。と語り自分たちの研究成果が将来の役に立つことを期待していました。最後に今回の出来事について海外の反応をご紹介します。中国の手抜き工事はあまりにもひどすぎます。 自分たちのしたことで誰かが死ぬかもしれないということが想像できないのでしょうかまずは自分の行動に責任感を持つところから学んでほしいものです。中国の建築業界はすごく入り組んでいて複雑な問題を抱えていそうですね。下請けに下請けを重ねれば利益が下がるのは当然だわ。中国ではそこまでしないと仕事をもらえないということなのでしょうか。高層ビルの壁から竹。 考えただけでも怖すぎる。見つけた瞬間、今にでも崩落するんじゃないかと思ってしまいそうだ。すぐにでも逃げ出したいだろうがそうもいかないだろうし、住んでしまった時点で失敗だったとしか言えないね。中国の労働環境には胸が痛みます。地方には教育すらまともに受けられない人がたくさんいると聞きました。そのような人でも生きるためには働かないといけません。 この人たちのせいにするのは間違っていると思うわ。日本と中国は技術においても取り組む姿勢においても全く違うことがよくわかるよ。中国はとりあえず目先のえことをさっさと終わらせる。日本はきちんと実験を重ねた上で慎重に工事に取りかかる。圧倒的な差だね。歩いていたらマンホールが落ちるですって。考えられないわ。そんな街なんて絶対に行きたくないわね。 安全に歩ける場所なのか考えながら歩かなければいけない道なんて見たことがなければ聞いたこともないわよ。日本の建築技術は素晴らしいですね。きちんと考え抜いた上で竹を活用しているのがよくわかります。さらに安全面だけでなく美しさの面においても日本人は上手に竹を活用していますよね。素晴らしいことです。中国には歴史ある素晴らしい建築物がたくさんあるのよ。 もちろん気を使ったものもね手抜き工事は許せないけどそれは社会構造の問題で中国人の資質が欠けることとは別問題だわ彼らはやればできるのよとりあえず形だけ工事を終えればよいだなんてバカバカしい考えにも程がある最初から責任を取るつもりすらないのか中国での手抜き工事による事故はよく見るけどこれは誰かが援助しない限り永遠に解決しない問題なんだろうな 日本が取り組んでいる蓄金コンクリートは素晴らしい取り組みですね。丈夫な上に環境に優しくて地域社会にも貢献する。いつかこの取り組みが実用化されて出来上がった建築物をこの目で見てみたいわ。中国における工事のずさんさを批判する声や信じられないといった声が多数寄せられています。一方で、日本の蓄金コンクリートの取り組みには称賛する声も見られます。 今回ご紹介したのは中国で多発する竹を利用した不正工事の実態とその原因でした中国で急速に経済が発展しているののは事実です世界中に影響を与えるような最新技術も生み出している国だと言えるでしょうしかしその背後に隠された実態はあまりにずさんすぎるものでした 安心して家に住むことができない安心して道を歩くこともできないそんな国に住みたいと思う人はいないでしょう。中国は世界第2位の人口を抱える国。そんな巨大国家だからこそ手抜き口宇などせず全員が安心して暮らせる国であってほしいものです。皆さんはこの話についてどう思いますか考えをコメント欄に残してください。では次のパートに進みましょう。 スカイツリーとそれを真似した中国公州タワーの末路東京スカイツリーはその技術力を世界に示す代表的な建築物です東京スカイツリーが達成した634メートルという高さは建築の世界でも突出したものとなっていますそのためこの塔の建設には多くの技術的な課題を克服する必要がありました そこには未踏の高みへの挑戦に伴う数々の高度な技術的試練が存在し海外の専門家たちも実現は困難と会議の目を向けていたのですしかしスカイツリー設計建設チームは立ち向かうべき多くの問題点を緻密に検証しそれに応じた対策を進めていきましたとりわけ風による塔の揺れや重さによる形の変形を防ぐことは極めて重視される課題でした これらの問題を解決するため従来よりも強固な特殊な鉱材を選定し揺れを最小に抑える工夫が施されたのですさらに建築物が受けるであろう影響を事前に予測するシミュレーション各階に配されたダンパーなどの設備も含むめ、最新の技術がスカイツリーの建設に役立てられました一方日本の建設プロジェクトに触発されたのかもしれませんが 中国でも2009年頃に甲州塔と呼ばれる高さ 600m 級の電波塔の建設が始まりましたしかし甲州塔の建設中には材料の不純物が混ざったり溶接が不十分だったりという深刻な品質の問題が次々に表面化しましたそれでも問題点に目をつむり強引な建設方法でたったの1年間で完成させるという速さは驚異的でした 速さだけを優先して建設を行う結果がどのようになるかはもはや明らかです現在これらの懸念が現実のものとなってしまっていますこの度はそんな中国が東京スカイツリーを真似し挫折を味わった物語をお伝えします東京スカイツリーと甲州島この2つのプロジェクトから見えてくるのは日本と中国のものづくりに対する考え方の違いです 日本では技術的な挑戦について慎重に検証が行われ、最良の品質を守るために熱心な努力がされています。一方、中国のプロジェクトでは、スピードと効率を最も重視し、その結果、品質管理がおろそかになり、粗悪な工事が行われがちです。これらの相違点は、両国の建築文化や価値観の違いを示しているとも言えるでしょう。スカイツリーの建設現場では 最上級の技術を持つ職人たちが安全性の徹底追求に努めましたその結果品質に妥協することなく世界一の高さを誇る6 3 4ルの建築物を安定して支えることができましたこれは日本の建設技術者たちの誇りとものさくりへの熱意が支えとなり世界最高峰の建造物を完成させる原動力となりました東京スカイツリーの建設は 日本の技術力の高さによって成功を収めました。その壮大なプロジェクトは着工から完成までに実に3年半以上もの時間を要しました。634メートルの高さは世界一であり、そのために建設時はさまざまな技術的な課題に直面しました。しかし、その高さが必要だった理由があります。東京タワーが立ち並ぶ都心部では 建物が多いために電波が届きにくい状況が生じていましたさらに携帯機器などへの放送をスムーズに届けるためにも高い電波塔が必要となっていました現在もスカイツリーはタワーとして世界で最も高く全建築物の中でも世界で第三位の高さを持っていますこの規模の大きなタワーでは何よりもまず耐震性を確保することが重要な課題となりました これまでにない高さの塔であるため、通常の建築物では安全性を保証することができなかったのです。スカイツリーが地震や強風にも耐えるために設計には数々の革新的な工夫が施されています。基盤部分に目を向けると、3本の支柱が三脚のような形をしています。約3万6千トンの重量を支えています。この三脚形状は重量を均等に分散し、 安定性を向上させる役割を果たしていますさらにタワーを上から見ると地上約300メトルの位置で断面が三角形から円形に変わる設計をしていますこの円形の設計は風の抵抗を軽減し局面が風を逃す役割を果たすためです高度なコンピュータ位置支援による計算があり21世紀の最先端技術を取り入れています地面の下部にも、 さらに独創的な工夫が施されており、これらすべてが日本の技術力の優れた証しとなっています。東京スカイツリーの堅牢な基礎について、その構造には10階建てのビルが収まるほどの深さがあり、大きな壁のような杭が埋められ、その杭にはスパイクの裏に見られるような突起が多数装着されています。これれらは風や地震による揺れへの対策で タワーの安定性を保つために欠かせない仕組みです。杭は植物の根のように深く地中へ伸び、タワーをしっかりと支えます。地震に強い構造には、伝統の知恵を取り入りれた工夫も見られます。五重の塔の中央にある新柱という太い木の柱は、大きな揺れにも対応し倒壊を防ぐ重要な役割を担っています。スカイツリーにも、 50の塔の新柱をヒントに設計された太い煙突のような柱新柱が中央をかいており地震による揺れを軽減しますなおこの新柱は内部が空洞であり非常階段としての機能も持っていますさらにスカイツリーの6 3 4ルという高さは落雷のリスクを高めており特別な防護対策が求められましたそこで一年にわたるコンピュータシミュレーション ションを機に最適な雷防護法を研究法的な基準に従い設置された飛雷芯だけでなくタワーの鉄骨をジュライブとして機能させる独自の設計を採用しましたこれにより雷がどの部分に直撃しても形実に地中へと放電されるシステムを構築しました具体的には主鉄骨やメンテナンスデッキ展望台の外壁パネルなど ほぼすべての金属部が導電性を持ち、鉄骨部分と電気的につながっています。それにより、タワー全体はまるで一本の大きな避雷針かのように機能しています。この革新的な雷対策技術のおかげで、東京スカイツリーは開業以来、一度たりとも落雷による事故がなく、安全に数多くの観光客を迎え入れることが可能となっています。 日本特有の雷が頻繁に起こる気候に対応する優れた技術力が世界で最も高いこの電波塔の安定した存在を支えているといえますさらにその際立つ高さを生かし研究施設としても機能していますそこでは気象を観測したり温室効果ガスを監視したりさらには相対性理論の実験なども行い学術研究においても大きな成果を上げています このように、東京スカイツリーは日本の地形を凝縮し、限られた時間の中で世界一の高さというにふさわしい安定性と多機能性を実現しました。日本の技術力の結晶ともいえる存在です。昔ながらの五重の塔の技法から最新のシミュレーション技術に至るまで、様々な知識が投じられており、それは時代を象徴する建築物となっています。 東京スカイツリーの建設が示すのは日本が誇るものづくりの精神の極みでありそれは過言ではないでしょう中国の建設業界では速さが求められる傾向がありますがその代償もまた大きな問題となっています例えば東京スカイツリーの建設が始まってから約1年後の2009年中国広東省の広州市で開始された広州島は 壮大なプロジェクトとして世界の目を引きましたそのプロジェクトは超高層ビルを驚異のスピード対照的に日本では東京スカイツリーの建設が約3年半という3倍以上の時間をかけて慎重に進められましたこの公衆島には世界一高い観覧車世界一高い場所にあるフリーホールがあり遊戯施設としても有名になっています そして中国で一番高い電波塔であり、東京スカイツリーに次世界で2番目に高くなっています。これら2つのプロジェクトを見比べると、中国と日本の建設に対するアプローチが明確に異なっていることがわかります。中国では建設のスピードを第一に考える刑務会がありますが、これは安全性を犠牲にするリスクを伴います。例えば エレベーターが突然停止するという事故が起き、その結果、観光客を含む42人が約62階の高さ、地上から200メートルの場所で1時間近く平時込められるという事件が発生しました。このような事故は、迅速な建設がもたらす潜在的な危険を示しています。同じ頃、北京市の地下鉄内でエスカレーターが故障し、命を落とす悲劇的な事故が起こしきました。 この重大な出来事を受け、中国の各地にある質量技術監督局は、23万1306台ものエレベーターやエスカレーターについて安全検査を実施しました。結果、約20台に1台、具体的には1万1896台が事故の危険性を内包しているとの診断が下されたのです。中国では合わせて162万8000台のエレベーターとエスカレーターが運用されており、 それは世界でで最も多い数ですさらには現在もなお年間30万台というペスで増加を続けていますしかしその一方で中国ではエレベーターやエスカレーターに関わる事故が平均して年に40件発生しています残念ながらその結果として年間30名近い方々が亡くなっています公衆島の建設が始まった時から建設業界の速度重視の姿勢が 安全性や品質の面で大きな懸念材料となっており、その結果、さまざまな事故が明るみに出ています。杭州島の周辺での建設が完了した直後から、さまざまな深刻な事故が次々と起こり、これにより建設プロジェクトの安全性への不安が高まっています。例えば、杭州島建設と同時期、同地域に完成した大規模な交差点は、 完成後わずか10年で突然陥没しましまたこの事故だけでなく周辺の高層ビルでの崩壊事故などが相次いでいることから建設プロジェクト全体の品質に課題があったことがうかがえます建設関係者は自らの施工が原因でないと説明かしていますが新しく設けられた交差点がわけもなく陥没する事態は技術的な管理不足や安全対策の欠如を疑わざるを得ません 同じ時期に大規模に建設された広州島も地盤沈下により陥没する可能性も否定はできません。これら多発する事故は広州島を含む公共施設の建設でしっかりとした地盤調査や耐震台風補強など基本的な安全対策がおろそかにされた低品質な建設方法が蔓延していたことを示しているのです。建設の流星の流中で、 業者たちは工期の短縮とコストの削減に躍起になりその結果品質や安全を犠牲にしてしまいましたそのため広州塔が崩壊する可能性さえあると言えるでしょうその上中国各地で同じような建築の不備からくる事故が絶えず起きており2009年には河北省で建設中のテレビ塔が高さ5 0ルで折れるという大事故が起こりましたこのような事故があっても 建設業界では反省や改善がほとんど見受けられず、隠蔽する風潮がまだ強いのです。特に、広州で起きた交差点陥没事故の後、わずか6時間での埋め戻しが行われ、救助作業よりも隠蔽に注力されたことは問題です。企業のイメージや信用を守る行為が人命を軽視する現状をあらわにしています。しかし、日本では東京スカイツリーの建設において、 品質へのこだわりと安全第一の姿勢が貫かれました職人の技術とものづくりへの情熱がこのような世界水準の建築を生み出す基盤となります中国には建設業界の意識を改革し品質と安全性を重んじる文化を根付かせる必要があります速さや量を目標にするのではなく 国民の生命と平穏を守ることを最優先にする思考の変化こそが求められているのです。日本の建築技術は東京スカイツリーや風情ある五重の塔などに代表されるように、その安全性と耐久性において高い評価を受けけています。これらの構造物はしっかりとした品質の象徴として知られており、日本の技術力の高さを世界に示しています。一方で、 中国の建築現場においては品質管理が十分でなく耐え難い建物の崩壊がしばしば報告されておりこれが日本との建築技術のレベル差を際立たせていますメイドインジャパンという言葉が世界中で最高品質を保証するものとして認められているのは日本特有の緻密な技術と品質に対する徹底したこだわりがあるからです他国の追随を許さないその技術力は一兆 他にはは気づかれるものではありません実際日本の伝統と文化が長年にわたって積み重ねられ今の国民性を形成してきた結果このような卓越した建築技術が育まれています東京スカイツリーはそんな日本人の精神性を色濃く反映したものであり訪れる人々に強い印象を与えていますこのスカイツリーをはじめとする日本の名所は 国内外から多数の観光客を魅了し続けており2023年5月の時点でその来場者数は実に4380万人に上りますまた東京スカイツリータウンを訪れた人々は総計で3億4660万人となり日本の経済にとって非常に貴重な貢献をしているのですさて東京スカイツリーは電波塔や観光施設の役割に加え 観測施設としてても重要な機能を担っています具体的には4 9 7メートルの高さに落雷の原子を行う計測装置が設置されており落雷の発生を常に監視しながら電流の強さや波形の変化を記録しています年に20回から30回の火雷が予測され地上で得られるデータよりも豊富な情報が集められる利点がありますまた 458メートルの地点では防災科学技術研究所が雲の観測を行い250メートルの地点では国立環境研究所が大気中の二酸化炭素排出量を観測する施設を運用していますさらに東京大学の研究グループは 450× トルの展望回廊と地上での計測実験を通りじて 一般相対性理論における時間の流れに関する理論を確認し、その正しさを証明しています。このように、東京スカイツリーは世界有数の高さを持つ施設として、さまざまな実験や観測を可能にし、科学的な進歩に貢献しています。それだけではなく、建築としての偉業を立つなりするだけでなく、我が国の建築技術は、 長い歴史を経て蓄積された知見と経験が結集することで、類まれな成果を生み出してきました。この遺産は、これからも大切に守られ、次代に受け継がれていくことと思います。世界が尊敬する日本の建築の力は、今後も目覚ましい進化を続けることでしょう。あなたはこうした東京スカイツリーと公衆等の違いについてどう思いますかあなたたの視点から見た解説を、 ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。今回の内容が面白かったら、ぜひライクボタンもお願いします。チャンネル登録と通知ベルを押すのを忘れないでください。新しい動画を作るモチベーションになります。ご視聴ありがとうございました。